覚醒。はい、トゥルマンチャンネル始めていきたいと思います。2月27日月曜日。はい、えー、というわけでね、えー、残り2月もね、2、えー、営業日となりまして、まあ、ここでね、ちょっと嬉しいお話がありますので、えー、ちょっと喋っていきたいと思います。えー、1月のね、1月からうち、えー、でね、働き始めてくださったね、は、ま、る、あ、ちゃんというね、新人さんがいらっしゃるんですけれども、まあ、この子がね、えー、覚醒というかね、もう本当に えー、先週からですねあの新体制になりまして、まあ、この子がメインであのキッチン、ねえー、やってくれてるんですけれどもまあねあのー、ここまでね、えー、完璧にね覚えててく,だくれたのかっていうぐらいねちゃんと覚えててくれててで手も早いからこれはよくよく考えたらトリマン史上ね1番か2番ぐらいね12番争うぐらいのね あの覚えの速さと、えー、この回し方のね、えー、上手さというかね速さだなと思ってですねちょっとね驚愕しておりましたというねお話でございました、まあ、先週ねありがたいことに、えー、週末、えー、木金どうとね、えー、忙しかったのでまあちょっとバタバタバタとねしてね、あのー、従業員も、あのー、お客様にもね迷惑をかけたんですけれども、まあ、そんな中でもね 新人さんを教えながら回してくださってね、本当にねただただねありがとうという言葉しか出ないぐらい、テキパキとね動いて、注文もね素早くねこなして回してくださっておりましたので、当初、ね思ってたより本当にびっくりしたっていうね、本当にただただびっくりしたというね。 ぐらいいのこう、ね、急成長というかね覚醒です、ね、まあ立場がね人を育てると言いますけれども、まあ、今まではね、あのー、もともといらっしゃったねあのメインの2人の、まあ、サブみたいな感じでね2番手じゃないですけども補助みたいな感じで、まあ、キッチンでね、まあ、ずっと教えてもらいながらやってたんですけれども、まあ、自分がメインになってね、まあ、自分で頭で考えながらこうね回すようになって。 あこんなにね、できるんだなーっていうのまね、まあ、改めてちょっと驚いて、こね、もうありがとうってね、もう本当に感謝しかありませんというね、えー、感じでございました。はい。えー、というわけでね、まあ、ちょっとあの、さっきのね、見通しがあの立ったというかね、もう本当に、えー、ありがたいなと、ちょっとはね、あの任せられそうというかね、ま、任せても全然問題ない感じなので、あ、よかったーという感じですよね。はい。 えというわけでね、えー、なんとか、えー、1人ね、あのー、キッチンの方で、まあ、ちょっとホールとかね、まあ、接客とかまで入れたらまだまだね、全然でしょうけれども、まあ、キッチンのね、あのー、こうねメニュー、あの料理を回すだけに特化すると、もうね、結構なレベルになってますので、えーまあ,ね、あとこれに、あのー、接客とかね、まあ、等もね、あのー、ついてくると、えー もしかしたらね、歴代最強に、えー、最強アルバイトに覚醒するね、可能性も秘めておりますという感じですね。はい。えー、というわけでね、本当にただただね、えー、ありがたいね、えー、ちょっとお話でございました。はい。まあ、そんな中ね、今日は、えー、まあその新人お二人と私のね、三、えー、人で回すという日だったんですけれども、 まあ,ありがたいことにね、あのあれ全国旅行割のねあの、クーポンとかってもう終わったのかなって思うぐらい、えー、県外からのね、えー、お客様も先週ぐらいからね、う、え、ち、ー、にも流れて、えーね、来てくださるようになりまして、まあ、これね、どういうことかといいますとあの、たまたまね、えー、去年の12月にね、は行り、ま、病で倒れておりまして、まあ、その期間中に、えー、全国旅行支援のね、まあ、次のバージョンの えー、申し込みが終わってましたので、うちちょっとできなかったんですよね。あのー、電子クーポンの方にね、切り替わってるんですけども、その前の紙クーポンの時は、まあ、当然ね、登録してて、まあ、ご来店もいただけてたんですけれども、ちょうど倒れてる時にね、その期限が来て、もう結局、申し込みがね、できなかったので、まあ、それが受けれないというわけで、まあ、その期間中はね、全国旅行割がある間は、 まあ、あんまり県外の、ね、お客様もな、ね、前みたいには流れてこないなというので、ね、相当マイナス食らってたんですけれどもなんか先週ぐらいから、ね、パラパラとご来店ね、えー、県外からのお客様のご来店が、ね、増えてたのであれもう予算消化したのかなと思ったんですけれどもまだそうでもないみたいなんで、まあ、そこの使えるお店っていうのは、ねまあ、限られてると思いますので、えーまあ、そこがパンパンで、えーまあ溢れて、ねえー、他にそこに 使えない、えー、ところにもね、溢れてきてるのかなとか思いながら、ちょっとね、不思議な感じで、えー、先週ぐらいからね、あら、ちょっとなんか流れが変わったなというのを、えー、感じておりましたという感じですね。で今日は、まあそうやってね、あのー、県外からのお客様と、えーまあ、地元のね、えー、お客様とね、ご来店くださいまして、で一番びっくりしたのは、あのーまあ、県外からのね、お客さんカップルさんでしょうね、が、えー まあ、うちの店でね、の TikTok の、ね、ライブ配信を始められてね、ちょっとあのうるさかったんで、ちょっとごめんなさいってってねあの、まあ、やめてもらうように言ったんですけれども、まあ、そんな中ねその、ちょうどライブ配信してる相手、相手側、えーまあ、バトルしてたのかどうかちょっとわからなかったんですけれども、相手側の人は、あ見たことあるって言われてねれ、私のことを認知してくださってたみたいで、えー、あ撫で方の人だってなって、 えー、うわあ、TikTok すげえなーと思ってね、TikTok ライブしてる t i k t o k カーに、えー、認知されてたと思ってね、ちょっと初めての、ねえー、パターンだったんでね、ライブ,ライブやってる人に、ねえー、認知されてるっていうのはね初めての,あの状況だったので、えー、驚きましたというのと、まあね、の YouTube、えー、Google 様に、ね、魂を売った人間としてはですね、えー、TikTok 様はね私に何も、えー、お金も与えてく,れくださらないので、 ちょっとね、情熱が冷めかけていたわけなんですけれども、まあ、そこはちょっと踏みとどまってですねまたちょっと、えー、またねバズ,バズれる動画をね、作ろうかなと思いながらですね、まあ、店終わってからですね、えー、2, 本2本撮りましたかね久しぶりに、えー、でちょっとねあの従業員さんにね、えー、手伝ってもらいながらやるとちょっとあのテンションの差とかいろいろあるんでね、あのー、ちょっと1人でね撮れるやつを と増やしていこうと思いまして、えー、深夜にね、えー、閉店後に自分でね、えー、まあ、思う存分というかね、まあ時間にね、えー、まあ営業中だとね、まあお客さんがね、いないときにしかパッと撮れないんですけども、まあね、終わってからだったらまあね、一人でやればいいかという感じにちょっと切り替えてね、えー、一人で撮れる動画をね、ちょっと増やしていこうかなと思っておりますという感じですね。はい、というわけでね、 まあ過去の遺産というかね、まあ、TikTok ね、去年1年間やってきておりましたので、まあそのね、えー、まあ一応ね、10本、ね、ミリオン動画作りましたので、まあそのね、やっぱ反響というかね、認知、認知力というかね、まあそれはやっぱすごいなと。まあ1000万再生以上、ね、2000、で、トータルで言ったらもう2000万再生以上ね、えー、回ってますので、えー、それはね、えー、まあ視聴率に関するとかなりのね、 誰かが1本ぐらいは見たことあるみたいなね、えー、流れになると思いますのでまあね、えー、これをどうマネタイズしていくかっていうのはねまあ本当に課題なわけなんですけれどもまあ、YouTube ショート様でね一応マネタイズはできましたので、まあ、一応ね、えー、今度は TikTok で、まあ、この認知を生かしてなんかできたらいいなとは思うんですけれどもね、えー、まあたまたまねご来店くださった方が知ってるっていうパターンは結構ね 多いので、まあそれはありがたいなと思いますけれども、ちょっとまマネタイズしていきたいなと思う今日この頃でございます。はいはいというわけでね、終わってみたら、えー、ね、えー、白星まあ白星まではいかなかったんですけれどもね、まあ月曜日ずーっとね二月の月曜日なんかねもう本当ボロボロでねもう月曜日やらんほうがいいんじゃないかなって思うぐらいのね、えー、もうなんか赤字垂れ流し曜日だったんですけれども今日はねまさかの 白星まではいかなかったけれども、まあ、形になりましたよということでね、まあ、新人さん2人と私の営業にしてはあこんな売り上げあったんだってねびっくりするぐらいの感じだったんで、まあ、あと、えー、ちょっとバタバタした時はありましたけれども、まあ、適度にバラバラで、ね、ご来店くださってじわーという、ね、感じの流れだったんで、まあ、新人さん2人にとっても、ねまあ、練習にもなったしね、えー、ちょうどいい、ね、あの流れの営業。 だったなと今日は、えー、ね、思いましたという感じですね。はい、といとうわけでね、ちょっとなんか流れがね、変わってきましたので、ちょっと3月はね、えー、期待できるかもしれないなというような感じですね。はい。えー、で、今月ね、来たね、あの電気料金もね、3万7000ちょっとだったんで、えー、過去16年間ね、業種来て、過去をね、最安値の電気料金だったんで、ちょっとびっくりしたんでね、10万ぐらい来ると思ってましたので、えー、まあ、そういう面でもね、ちょっと支払いが楽になった。 ののがありますのでなんとかね、えー、2月もまあギリギリね、えー、トントンぐらいで赤字にはならずにね、終わればいいなと思うんですけどね、ここ何ヶ月かね、ずっと赤字垂れ流しだったんでね、えー、ちょっともう出血は止めたいなと思いますのと、えー、3月ね、えー、ちょっと取り返したいなと思いますので、えー、なんとかね、回していきたいと思います。まあ、ちょっとなんか全国旅行支援はね、多分んまだ終わってなかったんだなという感じですけどね。 まあそれでもあのね供給が供給供給足りてないとまあ店のねえ数がまあお客様のねえ県外からお客様を収容できるねキャパを超えているみたいなパターンであふれ出てまあ流れてくるねお客様でも助かりますのでねまあちょっとトレンドがちょっと変わってきたような気がしますのでまあ今週もですしまあえと28日でね2月も終わりますのでえ期待したい 期待していき,たい,いきたいと思いますという感じですね。はい、えー。というわけで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。